好きな言葉は成仏。なにわのひみろくです。いつもありがとうございます。さて本日はいつものお店にやってまいりまして、まあ今日も今日とてディスクアップしかないかと思います。寝台解禁、寝台入れ替え初日でして、まああの無双3とか、まあ少し時期を遅らせて導入という形で、まあ一周打とうかなと思ったんですけども、まあね、あのパチンコチャンネル見ていただいてる方はご存知の通り、なかなか厳しいスペックなので、まあ、ちょっと見送って様子を見ようかなと。回るかどうかは分かんないですしね、まあ、そんなわけで、今日もディスクアップ実践、前回負けてますからね、もう今日はもう罰ゲームにならないように張り切っていきたいと思います。それでは、絵に描いたような幸せなんて爪の先ほども望んでません。絡めた小指互いに噛めばあなたの痛み分け合えますか。燃えて燃え尽き冬のツバメよ、泣き殻になるならそれもいい。Come on!
Cheers! Cheers! Thank you.
かしいんちゃうか。設定は2かもしれないんで、このまま投げます。実戦終了ということで、お疲れ様でした。いやまあね、一時期はもう頭上に視聴性輝くかと、もうあのレギュラー7連でしたっけ、まさに北斗七星ばりのもう少しで頭上に視聴性輝くところの状態でした。なんとかですね、あのあとビッグの確率が偏ってくれて、まあそれでもね理論値よりまだ悪いんですけどね最後。まあいいタイミングでね固まって引けた場所がタイミングが良かったと、なんとかプラス400枚ちょいでフィニッシュということでした。やっぱりディスクアップはね面白いですね、あのハマってる時は最悪、まあ何でも最悪ですけどね、ハマってる時はやっぱりビタ押しができればね、やっぱりあの甘い台やなと思います。あれもし仮にビタ押しが7割ぐらいでしたら、あんな風な状態になってないかもしれないですし、やっぱビタ押しできたらやっぱり強いですね。なんかのきっかけでビッグ固まってくれたら、まあまあレギュラーも北斗七星ばりに当たってくれたからこそ投資もね少なく済んだんで、まあ結果論ですけど、まあ結果お笑いでした。はい。ところであのいつも差し入れですねいただいてて本当にありがとうございます。今日なんてもう差し入れパワーで、レッドブルいただいた瞬間のゲームで当たってたと、もうまさかの展開で自分でもびっくりです。まあ、改めて言いますが、自分のチャンネルは本当に皆さんのお力でようやくここまで成長できています。でこれからも頑張りますんで、ぜひお付き合いのほどよろしくお願いいたします。はい。であとお店のスタッフさんもですね、あの本当にねいつも仲良くしてくださって話しかけてくれたり、本当に皆さんここのお店はあのなんていう、ここのお店はすごくこう居心地がいいというかね、やっぱりねあの業界ナンバーワンになれるになる理由があるんだなとあの思います。本当接客も上手やし、手が空いてれば台を清掃したり、あのああいう姿見るとね、あ素晴らしいなというふうに思います。はい。というわけで今日は真面目に終わってしまいますが、このまま終わりたいと思いますんで、次回またお楽しみにお待ちくださいませ。それではまたお会いしましょう。いつもありがとうございます。ガラガラガラ、いらっしゃいませ社長、どうぞどうぞ、はい、カウンターの方、はいはい、今日何行きましょう。今日犬入ってますよ。ハサミに、ネックに、ミーに、ズリで、ありました。15兆すいません、そんなないです。ありがとうございました。庭さん、名前言っといてやありがとうございました。おじさん、あったかいあったかいな、そこ見てくんで、バイバイ。眩しすぎて目開いてんよ。